はい、皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は幸福な人生を送るための秘訣について話していきたいと思います。まずはじめに皆さんに質問です。幸せの定義って何でしょうか？幸せ、皆さんにとっての幸せとは何でしょうか？幸せ、それはいろんな人にとって様々です。例えばです、お金をたくさん持てば幸せになるんだと思う人もいますよね。そして良い車、良い家、ブランド物、そういった良いものを持つことによって幸せだという人もいます。また中には良い学歴、良い会社に入ること、手にすること、これが幸せなんだと思う人もいます。また良い家族、良い友人、それを持つと幸せなんだと思う人もいます。またいい趣味を持つこと、楽しい、没頭できる最高の趣味を持つこと、これこそが幸せだよという人もいます。また中には有名になること、これが最も幸せであるという人もいます。人によって幸せの定義は様々です。それでは皆さん、幸せとは何でしょうか？幸せの本質、定義は何でしょうか？それはズバリ、心の平安です。心が幸せな状態、これこそが本当の幸せです。いくら外面的なことが整っていたとしても、心が平安でないなら、それは幸せではありません。例えばです、イメージしてください。ストレスいっぱいの社長を、社長というとやはり成功者というイメージが強いですよね。社長は幸せである、そう思う人がたくさんいます。しかしです、外面的には彼はたくさんのものを持っています。しかし心の中はどうか。ストレスでいっぱい、毎日が辛くてしんどくて苦しくて、苦しみもがいている、ストレスいっぱいなんだ。これが果たして幸せなんでしょうか？いえ、それは幸せではないんですね。ですから、いくら外面的なことが整っても、心がストレスいっぱいであれば、平安でなければ幸せではないんです。ということで、本日はどうすれば幸せな人生を送ることができるのかについて、聖書から学んでいきたいと思います。本日の聖書箇所は箴言1章20節から33節のところです。お読みします。知恵は大通りで叫び、広場でその声を上げ、創造しい街角で叫び、町の門の入り口でその言葉を語る。浅はかな者よ、お前たちはいつまで浅はかなことを愛するのか。あざける者はいつまであざけることを欲するのか。分別のない者はいつまで知識を憎むのか。私の叱責に立ち返れ、お前たちに私の霊を注ぎ、私の言葉を知らせよう。私が呼んだのにお前たちは拒んだ、手を差し伸べたのに耳を傾ける者はなかった。お前たちは私の忠告をすべてなおざりにし、私の叱責を一つも受け入れなかった。私もお前たちが災難に遭う時に笑い、恐怖がお前たちを襲う時嘲笑う。恐怖が嵐のようにお前たちを襲う時、災難がつむじ風のようにお前たちに来る時、苦難と苦悩がお前たちを襲う時、その時私を呼んでも私は答えない、私を探し求めても見出すことはできない。それは彼らが知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の忠告を受け入れようとせず、私の叱責をことごとく侮ったからだ。それで彼らは自分の行いの実を喰らい、自分が企んだことで腹を満たす。浅はかな者の背信は自分を殺し、愚かな者の安心は自分を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安全に住み、災いを恐れることなく安らかである。先ほど心が平安であれば幸せなんだと言いました。それではどうすれば心が平安でいれるんでしょうか？それは神に従うことによってです。もっと言うならば、神の言葉である聖書の言葉に従うこと、これが心が平安でいるための秘訣です。箴言の1章20節ではこう言っています。知恵は大通りで叫び、
広場でその声を上げている。知恵というのは神様のことですね。神様はどのような声を上げているのか、22節と23節のところです。浅はかなものよ、あざけるものよ、分別のないものよ、私の叱責に立ち返る。そのように神様が大通りで叫んでいます。叱責というのはこうしなさい、ああしなさいという神様からの命令です。これは聖書の言葉を表しています。聖書には神様からの戒め、命令が書かれています。聖書の言葉そのものが神様の叱責です。この神様の叱責である聖書の言葉に立ち返っていきなさい。神様はそのようにおっしゃっています。神様はこのように私たちに言われますが、私たちはそれをどう受け取るのか。多くの人はこのように受け取ります。25節ですね。忠告をなおざりにし、叱責を受け入れない。多くの人はこう思うんです。いや、なんかキリスト教ってあれしたらあかん、これしたらあかん、それしたらあかん、あかんあかんあかんばっかりで、なんか束縛感がすごくて全然自由じゃないから嫌やわっていう人が多いです。しかしです、注意してください。神様の叱責を聞かない人というのはどのようになるか。31節と32節のところですね。浅はかなものの背信は、背信っていうのは神様に背くことです。また愚かなものの安心は、愚かなものの安心というのは大丈夫大丈夫大丈夫、何やっても OK よ、ちょっとぐらい悪いことしたって大丈夫だから、神様は見てないよ、こういう安心ですね。この神様に背いていくこと、また大丈夫大丈夫という安心感を持っている人というのは最終的に滅ぶと聖書は言っています。滅びるとは永遠の地獄のことを言っています。つまりです、神様の叱責に従わない人、聞かない人というのは最終的に死んだ後永遠の地獄に行ってしまうんですね。それだけではありません。神様はこの世でも、死んだ後ではなくて今のこの時も裁かれるお方です。神様は悪人を裁かれるお方です。神様の叱責に従わないと悪い方向に行ってしまって神様によって裁かれます。ということはです、幸せの秘訣、それは神様の叱責に従うことなんです。神様の叱責に従うとどうなるのか。33節のところですね。安全に住み、災いを恐れず、安らかであるというふうになります。安全に住む、つまり神様によって裁かれない、滅びない、このような人生を歩むことができます。そして災いを恐れない、神様によって裁かれないで、神様によって守られているので、災いはもう私を襲ってこないんだという強い確信が与えられます。また心の状態、心の状態は平安で幸せでいっぱいになります。安らか、心が平安、これこそがまさに初めに言っていた幸せです。つまりです、神様の叱責に聞き従うと心が平安になり幸せになるんです。私たちは外面的なことで幸せになろうとしますが、実はそれでは幸せになることができないんです。神様の叱責に聞き従っていくこと、これこそが幸せの秘訣です。皆さんどうでしょうか。幸せになりたいと思いましたか。もし幸せになりたいと思われた方がいらっしゃったら、聖書を読んでみてください。今の時代、聖書は簡単に手に入ります。ネットでも無料で読むことができます。一度騙されたと思って聖書を読んでみてください。そうすれば本物の本当の幸せを手に入れることが
できます。ということで本日は幸せの秘訣、幸福をどうやって手に入れればいいのかについて話していきました。私は皆さんが聖書を読んで本当の幸せ、真の幸せを手に入れることができることを願っています。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら、また次回もお楽しみに。